はいえー、と本日お時間いただきありがとうございます。ハイマネージャー株式会社の森と申します。まあ、弊社はマネジメント人事評価領域の,の DX のご支援をさせていただいていますで。まず自己紹介ですけども、私、森と申しまして、大学卒業後、PWC というコンサルの会社に入りまして、そこで大企業さん向け中心にこう人事評価セール設計だったりとか、マネジメントのご支援をさせていただいてました。で2年前にそれをあのデジタルも活用して、よりご支援していくというところでハイマネージャーという会社を創業しています。 で同じように PWC 出身のメンバーがいたりとか、まあ、ベンチャーキャピタルさんから出資いただいてたりとか、あと社内にこのプロのコーチもおりましても、そういった目標達成支援だったりもさせていただいていますで。会社のミッションが、まあ、一人一人が悩まず相談できるというところで、職場の心理的安全性だったり、エンゲージメントを高めていくというところを目指しておりまして、まあ、過去に自分があの人間関係悩んだことがあって、その相談させてもらえて救われたということがありまして、まあ、職場でもあの電通さんの事件だったりとか、こうなかなか相談できないまま、 まあ心を崩して退職してしまうという方も多くおりまして、まあ、会社一応産業医もあるかと思いますが、まあ、こういったリモートの中でなかなか活用しづらいというのもあるかなと思いまして、そういったところを解決できるように会社創業しました。えー、でそのためにはやっぱりあのマネジメント自体も変わっていく必要があるかなと思いまして、力に基づくマネジメントからコーチングをしていく型のマネジメントのシフトが必要かなと思っています。 こういった変化自体も、まあ、今回コロナによるリモートワークの中で、まあ、大きな変化が起きているかなと思いまして、まあ、対面であればこう背中で教えるといいますか直接こう細かく指導して、えー、伝えるというマネジメントができていたと思いますけれどもリモートになってなかなかそれが難しくなって、まあ、そういったところも変化の一つに要因かなと思っていますでそれを具体的に実現していくためにはあのマネジメント全体も変わっていく必要があるかなと思います今までの多くの日本の会社さんにおいて マネジメントで主流だったのはこう年次評価といいますか、MBO で目標を立てて、半期で振り返りをして、ああ半年に1回こう評価するみたいなところが多かったと思うんですけども、これからのコーチング型のマネジメントでは、より OKR、OK、といわれるようなあのリアルタイムな目標設定、目標の可視化をして、定期的にワンワンをして、気づいて良かったことがあればフィードバックして褒めて、その積み重ねを評価していくと,いうところに変わっていく必要があるかなと思っています。 弊社はこの左から右のマネジメントの変化を、まあ、デジタル DX も含めてご支援させていただいてまして、まあ、弊社自体で、あのー、コンサルティングというところと、まあ、s a ま s、あ、そしてちょっとエサ a i って書いてるんですけど、まあ、個別カスタマイズはしてないですが、クライアントのフィードバックが基づいた s a、あのー s 開発を行っていますで。実際 s a ス s 自体をですね、あのー、こう、People Management p l a 呼んでますが、まあ、目標設定から1ワ1リアルタイムフィードバック、 そしてサーベイエンゲージメント可視化まで一括で行えるプラットフォームになっております。で具体的にはこういった形でですね目標を OKR、OK、のような形で可視化することができましてリモートの中において結構誰がどういう目標を持って,て何をしているのかが分からないというお声が多くあるかと思いますけれどもあの会社の目標があってこう部門の目標があってチームの目標があって個人の目標があってみたいなところを簡単にツリー化して見ることができるので皆さんの意識の あの疎通がしやすいいのかなと思いますまたあの、リモートになったことによって、ワンオンワンも注目されていると思いますが、お互いに、えー、ワンオンの面談を記録することができまして、えー、メモを記録したりとか、目標を見ながらワンオンしたり、Google カレンダーと連携したり、定期的なミーティング設定したりできますで。リモートの中でもしっかり褒めてフィードバックするというところで、まあ、サンクスカードの電子版のようなものを送り合うことができたりとか、まあ、フィードバックができたりとか。 あとは、えー、集法のような機能がありますので、離れていたとしても部下の調子が分かったり、目標が更新されたり、まあ、誰かを褒めたりみたいな形でセットになっていますで。そうですね、加えて最終的な評価まで行うことができまして、あのリモートだったとしても、周りからのフィードバックだったりとか、今までのワンオンの記録だったりとか、目標の達成度を見ながら評価できるので、お互い納得のいく評価を実現することができます。また、360度評価もできます。 最後にマネジメント変わったことによってあの、働き合いが上がったのかっていうサーベインもセットになってますので、まあ、リモートの中だとしてもあの、皆さん生き生き働いてるのかっていうのが分かるようになっています。で、我々クライアントさんとしては、まあ、100名、100社前後になるんですけども、大企業さんだと丸紅さんですとか、三菱さん、スタートアップさんでも、まあ、コロクラさんだったりとか、あの無限アップさん、ちょっと載ってないですけれども、例えば週末ワーカーさんといったような、まあ、先進的なスタートアップでご支援させていただいておりまして、まさに、この、 リモートワークになったこと、まあ、そしてジョブ型雇用になっているということも含めて、マネジメント全体が変わっていかなければいけないという中で、まあ、左から右のマネジメントに変わっていくご支援をさせていただいています。でそれをツールだけじゃなくてコンサルティングも含めて、えー、提供させていただいているという形ですね。実際なんかデモを見ていただくとイメージ使いやす,見やすいかなと思いまして、これがあの目標のツリー化の部分なんですけども、まあ、本当に会社の目標があって、部門があって、 あの個人があってみたいな形で簡単に誰もが一目で何を追っていてどうしているのかっての分かるのでリモートだとしても皆さんが分かるようになっていく、まあ、そしてお互いにフィードバックですね褒めるというところも、まあ、DX というところであの簡単に今まで対面で行ってきた褒めるというのを簡単にシステムで行うこともできます、まあ本当に何々さんへから何々さんへという職場で行ってた感謝っていうのをまあデジタル化して行うことができます まあ、そして簡単にフィードバック自体もデジタルで送ることができたりとか、ワンオワンの、えー、お互いの記録ですね、も実際に、えー、ツール上で行うことが可能です。でワンオンは事前アンケートのようなものを見ながらワンオンもできますので、初めてワンオンされる会社さんにおいても、まあ、簡単に行うことが可能です。で、最後、評価を行っていくときに、その人の目標の達成度を見たりとか、その人との今までのワンオンの履歴だったりとか、 その人が周りからもらっているフィードバックですね、見ながら評価していくことができるので、お互いに納得度の高い評価を行うことができるかなと思っています。実際、導入実績として、まあ、先ほどお話しさせていただきましたように、丸紅さんだったり、えー、三菱さん、ご導入いただいてまして、まあ、大企業さんにおいても、えー、マネジメントを変えていくと、えー、新たに OKR、OK、だったり、ワンオンワンを導入して、それをデジタルを活用して行っていくというような会社さん、ご支援させていただいてますし、 三菱さんにおいても、まあ、そういったワンオンの支援ですね、させていただいていたりとか、まあ、コロプラさんでも、えー、そういうデジタルのマネジメントの支援させていただいたり、えーまあ、しているというような形ですね。弊社でジョブ型のコンサルティングも行ってますので、この本当にコンサルティングからツール運用まで一括でお力になれるような、そういった形になっております。はい、そうですね。でまあ、まさに、あのー、なんと言いますか。 マネジメントがこう変わっていくという中で、えーまあ、弊社のサービスを通じてですね、マネジメントをシフトしていく、まあ、そしてそれをデジタル化していくというところがあのお力になるのかなと思っております。はいですかね、あとは、細かいデモになりますけれども、まあ、サーベイもあのエンゲージメントサーベイも可視化することができて、会社のまあ雇用形態別とか、まあ、チーム別とか、簡単に分かることができるので、 まあ弊社のプラットフォームからえ簡単にマネジメントからえまあエンゲージメントまで一括で管理することができまして、マネジメントが良くなるとエンゲージメントが高まって、エンゲージメントが高くなるとまあ実際にマネジメントもパフォーマンスも上がるというようなまあ循環を生み出せるという形になっております。最後に えーまあ、価格ですけども、大体1人当たり、まあ、1000円前後につるだけだと、まあ、人数ディスカウントも含めてなってまして、まあ、この1つによって、本当に目標設定からワンオン評価、サーベイまで全てをカバーさせていただいておりまして、まあ、そういったコンサルティングもつけさせていただくことも可能になっていますで。そういったコンサルティングで評価制度設計だったりとか、まあ、ワークショップとかも実施させていただいていて、包括的なご支援が可能です。まあ、過去に p w c の時も含めて、まあ、数十社以上の評価制度 構築の実績でありますので、まあ、そこもお力になれればと思っています。はい、そうですね、あのー、マネジメントの転換をコンサルティングとサス、まあそしてかあの機能に基づいてあのご支援させていただく、まあ、それによってマネジメント人事評価 DX を実現していくというところをあの行っています。はい、少し早いですが、以上となります。ありがとうございます。